花畑物語夜空に輝く天の神様には一人の娘がいて名前を織姫といいます織姫は旗を織って神様たちの着物を作る仕事をしていましたさて 織姫が年頃になったので天の神様は娘にお婿さんを迎えてやろうと思いましたそしていろいろ探して見つけたのが天の川の岸で天の牛を飼っている彦星という若者です。この彦星はとてもよく働く立派な若者ですそして織姫も、 とても優しくて美しい娘です二人は相手を一目見ただけで好きになりました二人はすぐに結婚して楽しい生活を送るようになりましたでも仲が良すぎるのも困りもので二人は仕事を忘れて遊んでばかりいるようになったのです さまがはたりをしないのでみんなの着物が古くてボロボロです。早く新しい着物を作るように言ってください。彦星が牛の世話をしないので牛たちが病気になってしまいました。天の神様にみんなが文句を言いにくるようになりました。天の神様はすっかり怒ってしまい。二人は天の川の東と西に分かれて暮らすがよい。 織姫と彦星を別れ別れれにしたのです。でも天の神様は織姫があまりにも悲しそうにしているのを見てこう言いました「娘や一年に一度だけ7月7日の夜にだけ彦星と会ってもよろしい」それから一年に一度会える日だけを楽しみにして 織姫は毎日一生懸命旗を織るのです天の川の向こうの彦星もその日を楽しみに天の牛を飼う仕事に精を出しましたそして待ちに待った7月7日の夜織姫は天の川を渡って彦星のところに会いに行くのですしかし 雨が降ると天の川の水かさが増えるため、織姫は川を渡ることができません。でも大丈夫。そんな時はどこからともなくカササギという鳥が飛んできて、天の川に橋を架けてくれるということです。さあ、あなたも夜空を見上げて二人の再会を祝福してあげてください。